はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルのアノです。今回はこの秋早めにゲットしておきたいアイテムについてお話していこうかなと思っておりまして、まあ、あくまでね、うちでおすすめしたいアイテムだったりとか、僕個人的にね、これは買っといた方がいいんじゃないかっていうようなね、アイテムなんですけど、まあ、実際僕も店頭に立たせてもらってて、お客さんとお話しすることも機会も多くて、去年ね、やっぱりあれゲットしたかったなって言われてる方が多かったりとか、これないのって聞かれて、ないですって答えた場合が結構ね多かったっていうアイテムを今回はねセレクトしてみました。はい、でいざね冬本番になって、まあ、まだ今暑いんですけどゲットしようと思った時にねないよなんていうことが結構多いので、今年はこれが欲しいっていうアイテムがね、もし僕が今からお話しさせてもらう動画の中にね含まれてたら、ぜひね早めにゲットしてもらえるとねいいんじゃないかなと思って今日は、お話しさせてもらいます。なのでぜひね最後までお付き合いください。オクテットチャンネルということで、今日紹介させてもらうのは、大まかなトピックで言えば3つですね。定番のダウンとデニムとジャケットっていうこの3つなんですけど、まあ、細かいアイテムで言えば、まず定番のダウンで言えばね、ムーレーさんの、白っていうね、まあムーレーの中では特に人気のあるダウンと、あとはタトラスのね、このドミッツァーノですね。はい。去年も僕も動画にさせてもらってましたね。はい。と、ちょっとこのあたりは補足なんで、あれですけど、ダウンベストですね。と、あとはジャケットで言えば、このあたり。ラルディーニさんのね、ネイビーのジャケットと、また同じくラルディーニさんのニットジャケットですね。デニムで言うと、こちらですね。まあ、リースクエアードだったりとか、あとは前回の動画でもね紹介させてもらってましたけど、レッドカードと、まあ、ちょっとあんまり聞き馴染みないアッパーハイツっていうこのデニムをね今日は紹介させてもらっていきます。はい。で、定番のダウンですね。はい。ダウンは、まあ、まだね今ダウンかみたいな感じはするかもしれないんですけど、ムーレーの特にこのシーロっていうモデル、はい、これは多分他のチャンネル見てる方とかでも、まあいろんな動画でね取り上げられてますし、僕もこれがズバ抜けてねすごいエレガントだなと思うので、まあこういったスタイルが好きな方はね特に、欲しい一着、憧れる一着じゃないかなとは思います。でウールの素材のねかなり高級な上質なね素材を使っていて、まあいつかはムーレーみたいな言われる方もね本当に多いぐらい、ビジネスでもカジュアルでも使えるような、大人のダウンに、ね、なってるかなと思います。はい。あとタトラスですね。はい。これもね、モンクレールさんとタトラスの動画を扱わせてもらった時にね結構反響もあったんですけど、タトラスの中でも特に人気があるのがモノトミッツァーノっていうモデルですね。はい。これはカジュアルでかなり使いやすいデザインではあるんですけど、もちろんスーツでもねこのウールの表情が相まって使いやすいのかなと思います。で一個一個装飾もエレガントですし、まあ、ムーレーとはまた違った良さがあるね、カジュアルライクな、エレガントなダウンっていうようなイメージかなと思います。この2つはやはりね早めにゲットしてもらって、11月12月の、冬本番寒くなってダウン着たいなってなった時になかなかないサイズがね少なくなってたりとか、まあ、選べる選択肢に含まれてるっていうのはねすごく僕は重要かなと思います。で補足なんですけど、まあ、ダウンベストですね。ダウンベストは東京の方とかはどうなのかちょっと分かんないですけど、愛知に僕らはねお店構えさせてもらってて、愛知だと車で移動したりとか電車で移動したりとか、まあ、そこまで、まあ、この辺りのダウンをゲットしたけど着ないかもなって言われる方がね多いんですよね。そういった方がダウンベストをね2着目に買われるっていうパターンも多くて、その時にやっぱりタトラスだったりとかムーレとかヘルノとかこのあたりのね、ラグジュアリーダウンブランド、アウターブランドから提案されているダウンベストが、人気になってきます。で実際やっぱりさっきの定番のダウンと同様に12月1月にはないっていうこともね結構多いです。でこのあたりはね、まあ、ちょっと着こなしが難しいよなんていうコメントも以前いただいてましたけど、ぜひねそのあたりも紹介させてもらうんで、今年ゲットしたいなっていう方はね今の時期ぐらいから、狙っておくのがいいんじゃないかなと思います。
次、ジャケットですね。ジャケットは、まあ言ってもメンズのファッションの中ではやっぱり定番なアイテムではあるので、ずっとねいつもねいいのがあったら買いたいなって思ってる方もいると思うんですけど、その中でもうちが特におすすめしたいっていうもの、まあ僕個人的にも、ね、おすすめしたいっていうものがラルディーニさんのジャケットですね。はい、まあすぐ売り切れになっちゃうと思うんですけど、ネイビーの本当にベーシックなビジネスからカジュアルまで幅広く使えるようなラルディーニらしいジャケットなんですけど、このあたりはやっぱりねファンも多いと思うんですよね。ラルディーニが好きな方だったりとか、この仕立てとかシルエット、デザイン、生地に惚れ込んでる方も多いと思います。なんでそういった方はね、持ってるかもしれないんですけど、その場合はねこういうニットジャケットですね。はい、まあこのあたりはシングルダブルと入れさせてもらってるので、ちょっとね味変したいというかレパートリーとして付け加えたいよっていう方はこっち選んでもらったり、まあ1着目ラルディーニにふさわしいやつをっていう方は、ね、こっちを選んでもらって、選び方はねその人それぞれになるとは思うんですけど、こういった、ジャケットですね、はい、ラルディーニのジャケットは特に、早めにゲットしてもらった方がいいんじゃないかなと僕は思っております。で、最後デニムですね。はい、デニムの波はねまだずっと来てますね。ここ数年あると思いますが、シーズンによって結構色味って変わるじゃないですか。あの明るい色だったら夏っぽい印象、春っぽい印象が出たり、暗めのトーンだったらね秋冬っぽくなったりとか、そういった色味もあるんですけど、全体的に僕が思うのはやっぱブラック、グレーデニムが特にいいんじゃないかなと思ってます。まあ、いいんじゃないかなって言うとばっくりですけど、今ね流れとしてトレンドとして来てるんじゃないかなと思ってます。で、昨年もね僕ら紹介させてもらってたディースクヤードのブラックデニム、はい、まあ、こういったねモードなデニムだったりとか、あとは前回の動画でも紹介させてもらってましたけど、レッドカードさんのねこのショア、はい、と、まあ、さっき、ね、アッパーハイツ紹介させてもらったんですけど、これそれぞれ特徴があって、あの同じブラックグレー系のデニムでもディースクヤードさんの方がやっぱりモードな印象が強いです。まあそういった服装が好きな方はディスク選んでもらう。で逆に、おじさんになってデニム履きたくないなって思われてる方も多いと思うんですよ。で、そういった方が、じゃあデニムやめようっていうのではなくて、スウェットとデニムの中間で、バランスの取れたアイテムだったらいいのかなって思われる方も多いと思います。で実際そういった方から人気がある、このレッドカードのショアは、やっぱりスウェットライクなデザイン。まあ、ディテールが盛り込まれていて、生地はでもデニムでも履き心地は楽って、ね、もうかなりいろんな矛盾が混ざってるんですけど、まあ、それでもやっぱり楽なんですよね一番は、はい、なので、トレンドも少し取り入れたい、でデニムも履きたいけどスウェットみたいに楽に履きたいっていう方はねこの辺りを選んでもらうと。でアッパーハイツですね、これちょっとあんまり聞き馴染みないと思いますけど、僕らも去年から、入れさせてもらってて、その時はザ・ファイブですかね、ちょっとね緩めの、リラックスシルエットみたいなものを入れさせてもらってたんですけど、今年はちょっと変えてみましたね。細めのかなりテーパードの効いたねシルエットの、グレーデニムですね。やっぱりアッパーハイツのやつはヴィンテージライクなすごい表情のあるこなれた印象が、特徴的かなと思ってますので、まあ、そういったデニムが好きな方であったりとか、まあ去年ちょっと緩いの履いてみたんですけど、なんか抵抗があったなっていう方は、今年こそね、僕ももう履きましたけど、めちゃくちゃラインも綺麗で、すごい表情も出るので、で特にこのあたりは、秋冬のトレンドでもあるニュアンスカラーとか、アペルトーンって言われるアイテムとの相性が抜群にいいんですよ。ベージュだったり、カーキとかブラウンとか、秋冬で使うアイテムとの組み合わせはね、すごくバッチリ決まるアイテムなので、ぜひねこのあたりゲットしてもらえるといいんじゃないかなと思います。まあまだ履いたことないよっていう方が多分ほとんどだと思うので、足通してもらうといいんじゃないかなと思っております。はい、はい、まあこういった感じでですねアイテムずらっと紹介させてもらったんですけど、まあ今言ったアイテムの中でちょっとこれは去年狙ってたなってもらったりとか、今年こういうの着てみたいなっていうものにね含まれてたなんていう方はね、ぜひぜひ早めにゲットしてもらえるとね、このあたりは、まあ僕らもそんなに数入れられるわけじゃないので、なくなっちゃうっていう可能性が結構高いやつを紹介させてもらってます。なので、ぜひね、概要欄の方にもね、うちのウェブサイトの方、リンク貼っておきますので、そちら見ていただけるとね、嬉しいなと思っております。
という感じで、僕らの動画は毎日8時に動画を更新しております。ぜひ、ね、ご視聴していただいて、ちょっと参考になったなと思ってもらえたりとか、また見たいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価をいただけるととても嬉しいです。あとこんな感じで最近は SNS 更新しております。新作の情報とかもアップさせてもらってるので、ぜひチェックしてみてください。というわけでまた次回、バイバイ。